どうも。新情報ですね。全然私知らなくてやってたんですけど、このポケモン集めるじゃないですか。で、その集めたやつですね、弱いやつとが被ったやつですね。例えばまあ、ここだとポッポっていうのが91の体力のやつが いるんで、で、ここの58のポッポを処分っていうかですね、まあ、逃がすっていう感覚で、博士に送るっていうのを選択してください。で、これで入ってやると、アメオで一個ずつもらってくれます。はい。これをですね、この作業が大事です。っていうのも、その進化をさせるために、アメだけが必要なんですよ。ここで見える12を、このポッポを進化するのに必要なので、これをですね、もうちょこちょこやってください。はい。で、まあ、基準としましては、ちょっと明確なことがですね、私の今の情報ではないんですけども、まあ、基準はですね、まあ、体力の低い人ですね、モンスターを、もう、片っ端から博士に送ってですね、まあ、ポケモン研究なんで、その、どうやったらね、博士の方がこのポケモンは強くできるのかっていうね、そういうことをやって、やるのに、使用してくださいと。その代わりに、ではね、飴をあげますと。で、その飴がですね、結局、このポケモンを育てるのに、進化ですね、進化をさせるのに必要ってことなので、こちらですね、まあ、強いポケモンを、残してですね、それをやってってください。でないと、街に出かけてですね、バトルをするとですね、本当に1000とか、もう1500とかね、昨日名古屋で見た方なんかそうだったんですけども、そんなポケモンがいるわけですよ。今日であればおそらく2000とかね、そのぐらいまで成長させてるポケモンもきっといると思いますと。はい。今日の情報としては、もう、バンバンね、この、体力が低いポケモンを逃がす、博士に送る。で、飴をもらう。で、それによって進化をさせる。まあ、このゴローンであれば、進化をさせるのに100飴欲しいわけですよ。ってことは、100のポケモンが必要になります。はい。っていうことなんで、ここをですね、ちょっと重点的にですね、早急に進めていかなきゃ、差がどんどん開く一方になってしまうんで、ちょっとね、動画を上げましたら、また、ポケモン探しと、そのスポット周りね、まあ田舎なんで、なかなかないんですけど、そちらをですね、行ってきます。はい。画面の片隅に出てしまって申し訳ございませんでした。はい。